そしてこの番組の初回放送で、うん、綾瀬たん名シーンのアニメダイジェストをご覧いただきましたが、彼女の魅力はまだまだあんなものではございません。そうです、あの PSP 用アドベンチャーゲーム、俺の妹がこんなに可愛いわけがないポータブルを番組内でプレイできることになりました。おはようございます。ありがとうございます。2011年6年前ということで、うん、この後死と隣綾瀬隣合わせではなく死と隣綾瀬とまで言われた綾瀬ルートに、私たちがチャレンジしていきたいと思います。そんな私たちの挑戦を見守りつつ、応援しつつ、ちょっと助け舟を出しつつで、どうぞよろしくお願いします。お願いします。そして、うん、フジッチはゲーム最近やってる？あんまりこういう PSP とか、うん、そういうのあんま最近はやってない。お、何にハマっている今？でもポチポチするものだね。ポチポチ、あ、そうそう、私もポチポチするものだね。なんかずっと、うん、アジを釣ってるのに、うん、毎回サバって言っちゃうんだよね。あ、私も、ね、一生懸命興味捨てね、あのフルーツを食べてる。なんかね、リンゴだけ足りなくなるの。あー、わかる。私ね、今布足りない、布。あ、わかる。ふわふわの元？そうなくなるよね。ふわふわの元。なんかあのさ、石硬いやつ、なんだっけ、岩の元みたいな。岩の元みたいなやつ。クリスタルの元じゃなくて岩の元。岩の元みたいな。そう あれだけ異様に溜まる。それもうだからダメ、2点ね、ちょっとアカウントを連携して、うん、で、おはようクラブみたいなやつの、うん、でちょっとポイント貯めるとまた別で、そう、ふわふわのもともらえたりとかする。本当？そうだから、それでなんとか今生き延びて、うん、本当にインテリアが作れないんだ俺。そう、レベル45。おー、すごい。私ね、まだあのレベル30かな。おー、でもやってるね。そう、やってる。もう楽しくてしょうがない。さ、今お礼もです。お礼もですよ。そうですよ。ちょっと一回忘れまして、お礼も、ね、12月